ネバナスで銃を手に入れる、ネバレッジ投資家、いつきです。本日もよろしくお願いします。いやー、昨日の下げ幅はすごかったですね。ということで、ソクルが1日でマイナス13.59%、そしてウェブルですよ、ウェブル直撃ということで、マイナス19.01%下落してきました。会場到来かということでね、しかし、アマゾンがね、き昨日の株価終了後ですよね。 決算の方をね発表ししてきましたアマゾンのねいい情報がね出てきましたので、さあ、今日ね、下げ止まるのか、ウェブル、レバナスの救世主になっていくのかと、少し考えていきながら、マネーボイスがね、レバナスを煽ってきたということでね、 レバナス否定されるのはいいです。根拠をね、しっかりと示してもらって、レバナスを否定していただくんだったらいいんですけれど、上辺だけでね、レバナスはダメ、なんていうふうにね、言ってきてるのかどうかということでね。まあ、私のチャンネルというのは、レバナスで自由を手に入れるチャンネルですので、まあ、レバナス煽ってきますとね、そこは敏感に反応していきたいということで、マネーボイスがレバナスを煽ってきた、迎撃開始、スタートしていきたいと思います。それでは、 いきましょう。 はい。ということでね、えー、昨日、速度がマイナス13.59。まあ、これね、速度はね、ちょくちょくあることなんで、そんなにビビらないんですけれど、ブレブルがね、えー、まさかのマイナス19.01%ということで、えー、昨日ね、差し値の方を入れておりましたのでね、拾えていけたかなと。えー、昨日ね、私がどれぐらいの差し値を入れて、えー、どんな感じでね、拾っていったのかっていうのは、ノートの方で発表しておりますのでね、詳しくはね、ノートの方を見ていただければ、差し値のね、詳しいところとかっていうのが ありますので動画の説明欄に URL 貼っておりますので、ねまあ、そちらの方もご確認していただければと思います。えさあウェブルがマイナス19.01、ソクルがマイナス13.59と今日ね、会話が継続になるのかということでね、まあ、昨日下げた要因はもうメタですよね。Facebook がガタガタになってきているとこういうことになったのでえ一気に、ね、株価っていうのを、ね、下げてきたと。Facebook だけが下げたんではなくてね、引っ張られて各種入っていくもまあ下げてきたと。えならばと。 株価がが終了後に、ねまあの方が、ね、いい決算内容を発表してきてきくれたとえ。だったら今日は上がるのかななんていうふうに、ねまあ、思うんですけれど、え相場はやはり、ね、読み切れない、だからこそインデックス投資ということでね、なぜなら後出しじゃんけんでいいからということで、え下がれば差し値入れて買い増しすればいいだけですし、上昇になっていけば放っておけばいいだけということになりますので、ね。こんな楽な投資ってないんですよね。下げても株数は、ね、減りません。 ですけれど、上がっていくと、そのうち株式分割があるということになってきますからね、えまあ、しっかりとガチホールドさえしていればね、まあ、ウェーブルもソクルもね、勝てるというね、えことになっております。フンチャンス、買い場継続なるのかどうかっていうところはね、ソクルがね、うまくね、下げてくれると、一瞬でもいいんでね、安値一瞬でもいいんで、下げてくれるとね、差し値の方が刺さってきてくれると嬉しいかなというふうに思ってるんですけれど、昨日のね、アマ a ンドットコム、こちらの方はね、売り上げ高は予想を下ま まあ利益は予想を上回る結果に、点点点点ということでね、なんか意味ありしんですけれど、えー、どういうことかと言いますと、えー、売上高の方うが、ね、市場予想よりも若干低かったと、普通だったらこれ、マイナス材料になってくるんですけれど、EPS ですよ、EPS、1株当たりの純利益というのが、 市場の予想が3ドル71セントに対してですよ。なんと27ドル75セントをつけてきたということで、こんなにね、バタリのね、純利益の方をね、大幅に伸ばしてきたということでね、こう時間外取引でアマゾンの株は上がってると思うんですけれど、その余波がね、しっかりと今日のマーケットにも反映してきてくれるのかと、えー、そういうところがね、考えられます。ということは、ウェブル、そしてね、エレバナス、こちらの方がね、上昇していく可能性、 があるんじゃないのかということでね、えー、昨日がまあレバナス、えー、そしてウェブルの会話だったんじゃないかと今日は逆にね、えー、上がっていくんで生還しておくのがねいいのかなというねえー、気がしておりますまあただ相、ね、場、えー、ばは何が起こるかわかりませんのでまあ一応ね、えー、ウェブル指す用意ねそくるさす用意はしておいた方がいいのかなと相変わらずね、えー、ティクルはまだ安定圏に入ってますんでね、えー、まだ私の基準値では買うで、ね、タイミングではないというふうに、ね、考えております、えー、上がっても 下がってました,ただね、エレバナス、まあうまくいくとね、もうちょっと下がっていくのかなということで、昨日からね、毎日5000円スポット購入の方を始めております。もう上昇していけばやめますけれども、とりあえずね、昨日は買い付けの方をしております。今日も 下がれば買い付け入れますけれども、上がっていく状態だったらね、えー、もうね、買い付けやめて1日だけの夢幻だったなということで、次のね、3月に来るであろう調整局面、えー、そちらまでね、資金は温存しておきたいかなと思います。さあ、そんなこんなでね、えー、やっておりますと、またインターネットでしょうもない記事をね、見つけてしまったんですよ。引用先はマネーボイスということでね、えー、マネーボイスがレバナスを煽ってきました。 なんと、相場急変でレバナス民が夢の後と長期保有に向かない爆地商品にかける危険性ということでね、何を根拠にレバナスのことを爆地商品と位置づけているのかっていうところで、これ我々レバナスホルダーとしてはすごく気になるところと、これをね、にわかレバナスホルダー、もしくはね、はい、新卒のレバナスホルダーの方がこの記事を読みますと、あレバナス買ってて大丈夫というふうにね、なってしまいます。 ますよね。なんせマネーボイスというね、一応投資関連のところで紹介されてるとなると、これ信じちゃう人がいるんじゃないかなということでね、こんなもん信じるに値するのかどうか、今から検証していきましょう。えー、なダなく100指数に連動する投資信託、それがレバナスですということで、ね、SNS を中心に大きな話題になっています。毎月3万円の、ね、積み立て投資で20年後には、 1>, 1億9700万になるとの資産もと、この商品にかけて大丈夫なんでしょうかと、SNS などでレバナスという、ね、金融商品が話題になっているようですねと、レバレッジをかけたナスダック100指数の値動きを目指す、ね、投資信託で、その相性がレバナスですと、全米のナスダック100指数の値動きに対して2倍になることを目指す投資信託となっていますと、そしてナスダック100指数はナスダックに上場する3銘柄のうち金融関連の銘柄を乗せた時価総額の大きい 上位100名からの平均株価指数のことです。ということでね、まあ、ここまではレバナスに対しての説明だけですよね。えここからですかレバナスをギャンブル商品とかね、バクチ商品って言ってるのはえ、その魅力的な企業が存在するナスダック100指数の2倍になることから、指数が上昇を続けていれば高いリターンが期待できます。レバナスはハイリターン、ハイリスク、もちろんデメリットはあります。レバナスのリターンが大きいのは、レバレッジをかけた運用になっているからです。レバレバッジとは少ない でね、大きなリスクが取れるてこのことですとう、ね。もうこのあのてこの原理の、ね、説明が出てきたところでここも基本的に間違っているんですね。後で説明します。えー、レバナス民は生き残れるのかということでね、えー、レバレッジをかけた金融商品は長期保有すると効率的な運用できないという、ね、構造上の問題もありますと、えー。保有は基本的に短期に活用するものですと、えー。販売ページには毎月3万円を20年間手立て投資すると元本720万が1億 9700万というね、27倍に増加するシミュレーションが掲載されています。しかし、それを盲信し,してはいけません。そもそも長期の保有には向かない商品です。ナスダック100指数が下落したら損失も幅も大きくなることですと。と。27倍に増えるならば、27分の1に減ることもあるということです。ということでね、記者の名前伏せますけれども、ファイナンシャルプランナーっていうね、肩書きの人がこの記事を書いていると。こんなファイナンシャルプランナーに自分の資産 を任せてててしままううととあああらあらあらみみるみる減っっいいいいく全く全増えなないいね、えー、状態になっていきます、えー、この人、マジでファイナンシャルプランナーということでね、なんかファイナンシャルプランナーの仕事もしてるみたいですね。えー、顧客もね、持たれてるということで、この人の顧客になってる人って、えー、めっちゃね、<laughs> あのほとんど、えー、資産が増えていかないんじゃないかなというふうに思います。えー、まず認識が全く違うということでね、一、えー、つ目からいきましょうということで、このテコの原理のところです。 このテコの原理っていうのはね、レバレッジイコールテコの原理って訳されることが多いんですけれど、テコの原理は小さな力で大きなものを動かすというね、あれですけれども、間違ってるのはね、個別株とか FX の信用取引のこともレバレッジをかけるっていうんですよね。私たちがレバナスにかかっているレバレッジというのも、ゴールで結ばれる方がね、多いんですけれども、全く違うもんだと。個別株 FX の信用取引っていうのは借金です。 ですから、保証金を預けて、その保証金、100万円預けたんだったらね、レバナスだったら100万円で購入したら、100万円のレバナスの口数しか保有できませんけれどもね、個別株、もしくは FX でレバレッジをかけるということは、100万円の保証金を積むことによって、300万円分のね、レバナスが買えるというふうになってくるわけなんですよ。その代わり、株価が下落したときには、3倍のね、 商品買ってますから、株価が下落して、基準価格が下がっていくと、保証金が足らなくなってくるんですよね。ですから、保証金を預け直ししないといけないということで、お衣装が発生する。そして、そのお衣装が発生して払えなければ、強制ロスカットということでね、そこで持っている株を売られてしまって、さっきのね、返済に当てていくということになっておりますので、個別株。 FX の信用取引っていうのは自分がいくらガチホールドしていたとしても他社から、証券会社さんから、はい、もうあなたお衣装しっかりと払うことができなかったんで、 このね、マーケットから出ていってくださいということでね、退場させられるんですよね。けれど、我々のレバレッジっていうのはどうですかと、レバナス、いつも言ってますでしょ現物保有がレバナスですからと。いくら株価が暴落してもね、株数は減りません。口数は減りません。ですから、ガチ保していて、株価が元に戻ればね、 レバナンスの基準価格も戻って含み損益食らってるのがプラテンしていくんですよ。だからガチホールドしていれば大丈夫なんですよっていうね、このレバナンスと全くね、違うもんでしょ。同じレバレッジっていう言葉を使って、同じてこの原理っていうふうに日本では訳されておりますえ。ですけれど、全くね、このレバレッジがかかっているから、 危険というね、認識。レバナスにかかっているレバレッジと、個別株 FX 先物信用取引にかかっているレバレッジとは、全く違うものだということをね、この人は認識ができていないと。だってレバナス民は生き残れるのかって、えガチホールドしてたらいいだけでしょって。株価っていうのは、いつまでも下がってるわけではないと。 下落は来ますよ。下落は。けれども、えー、その下落がね、半年から1年、2年ぐらい経てばね、また上昇していって、下がってきた時の基準価格よりもね、えー、突き抜けていくと、えー。そして毎年毎年、アメリカの株っていうのはね、成長していって、えー、最高値っていうのを更新していくと。これが今、アメリカのインデックスファンド投資の根源となる、元の部分ですよね。 ですから、ガチホールとしていれば勝てるという話になってるんですけれど、えなんでレバナンスに生き残れないのって、マイナス食らった時に売らなかったらえ別にあの損することも何もないと。先ほどから何回も言ってるように、FX とか個別株の信用取引っていうのは、 我々がいくらガチホールドしてても、お衣装を払えなければ、証券会社さんが、はい、あんた、このマーケットから出ていってくださいで叩き出されますけれど、レバナス民は、お衣装なんて発生しませんから、ただただひたすらガチホールドしてても、誰からもね、この市場から追い出されることがないんですよね。えー、この市場から撤退する、撤退しないっていうのは、私たちが判断することですので、私たちが い続ける、ガチホールドし続ける限りは生き残れるわけなんですよ。こんなこともこの人分からないのかということでね。えー、そしてレバレッジをかけた金融商品はね、長期保有すると効率的な運用ができないという構造上の問題もあるってね、えー、どこにあんのっていうね、話で。いきますね。 これ、花さんからいつもね、引用させていただいてるんですけれども、一番ショックの時のね、10%、20%、30%、40%、50%、下落した時のところから10万円買っていればね、10年後にどうなっていたのかっていうね、シミュレーション結果になってるんですけれども、まあ一番下のね、50%を見てくださいと。えー、元本10万円に対してね、まず、 通常のナスダック100、レバレッジが何もかかってないやつですね。これが10年後どうなったかっていうと、579,189円ということで、5.8倍に膨れ上がりましたよという話なんですね。それがレバナスだったらどうなるのかと。230万トンで9,479円ということで、23.1倍になってるんですよね。 そしてさらにレバレッジのかかっている3倍ブルだったらどうなるのかということでね、6739,971円ということで67.4倍に達成してるわけなんですね。えレバレッジ商品って長期運用で弱いってどこが弱いのと、えー、ナスダック100、その指数と比べて3倍ブルの方は11倍リターンの方が多く望めております。これを見て、ね、皆さん、どこが 長期保有に向かないのか教えてほしいと。えレバレッジをかけた金融商品というのは長期保有すると効率的な運用ができない構造上の問題、その構造上の問題って教えてっていう,うに書いてないよね、ええ。実際にシミュレーションをかけますと、ヒマンショックの最大の下落時の時から考えても、あれだけのパフォーマンスを出せる商品だ。 今、そこそこの調整局面の時で買われてる方もね、十分ね、利益の方が出てくるということに、ね、なってくるわけなんで、どこが構造上の問題なのかという指摘がないんですね。ただ単純に構造的なもんね構造上の問題があります。ないよね。基本的に短期に活用するもんです。これはあんたがそう思ってるだけで、実際にレバナスを保有してる方、もしくはシミュレーションをかけられてる方だとわかるんですけれどもね、長期的にこそ力を発揮すると。 インデックスファンドの投資っていうのは、レバレッジがかかってようがかかっていまいが、これが SP500 であろうが、ナスダック100999であろうが、関係ありません。長期保有が前提になってきます。投資信託っていうのは、長期保有してこその進化が発揮されるもんです。なのに、投資信託にレバレッジがかかったら、短期運用をするもんですっていうね。この人、ね、ファイナンシャルプランナーっていう肩書きあるくせにね、投資信託の根本の部分、 根っこの部分っていうのがね、全く分かっていないとえ。そしてね、一番何が分かってないのかっていうと、ここ、シュミュレーションで3万円を20年間でね。 えー、元本720万が1億9700万になると、えー、27倍にね、増加するシミュレーションが掲載されていますと。まあ、実際に27倍になるかどうかは置いておいてね、えー、ここ、一番ね、えー、この人の間抜けなところ、全くね、あの、理解ができていないっていうのは、27倍に増えるならば、27分の1に減ることもあるということですということでね、減らないよね。なんで20年もね、長期保有して、 福利の力をね、使って、利益がどん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 膨らんで、資産がどん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 膨らんできたものが、どうやったら27分の1に減るんですかっていう。え、それ福利計算ってあなたできてないんですかって27分の1になるためには、10年間ぐらい、 マイナスずっと食らっていくっていう話で下落していくっていうことですよね。暴落が来てマイナス80%になるとか、マイナス90%になるという話ではなくて、10年かけて27倍になるんだったら、20年かけて27分の1に減るということもあるっていうね。ええ、あるわけないじゃんっていう。基本的にアメリカの株式っていうのは、毎年毎年、上げ下げはありますけれども、上昇していくもんですよね。 上昇していくっていうのが、これ、大前提で SP500 持ってる人も、全米株式持ってる人もね、しているわけですよね。ですから、毎月積み立て、コツ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 積み立てていきましょうというのが成り立って、ドルコスト平均法とかっていうのもあるわけですよね。この人、じゃあ、ドルコスト平均法とかも、すべてね、無視してるのと。そして、オーレン・バフェットさんが遺言って書いてますよね。奥さんにね、俺が死んでね、資産が運用できないんだったら、SP500 を買っときなさいよ。 それぐらいね、アメリカのインデックスファンドの投資、安定感があるということなんですね。え、これ、ファイナンシャルプランなんてほんまに資格持ってんのっていうね、いや、違うんですよと、いつもね、私が言ってるように。 あのファイナンシャルプランナーとかね、えー、肩書き持ってても、頭がいい人と資産を増やしていくことっていうのはね、全く違うっていうことですね。認識が全然違いますよね。マネーボイスから、えー、レバナスね、えー、否定するね、えー、記事書いてくれって言って、内容受けて、えー、ネットでちょろちょろと調べてね、えー、さーっと書いてね、まああれ、えー、どうでしょうか、えーね、あの人記事書くとね、500円とか1000円とかいただけるというね、えー、レベルのね、あの記事になっていると。えー、もう深掘りされて することがない。 全くね、レバレッジ商品は長期保有には向かない、なぜ長期保有に向かないかという反論がない、私たちのようにデータを出して説明していない、そして27分の1になるっていうね、もうこの文面、20年かけて、ね、育てたレバナンスが、どうやったらね、27分の1まで減るんだっていうね、このあたりが全くね、記載がないということでね、ただ単にね、あの何も考えずに27倍になるんだったら27分の1になる可能性もあると書いて 時はいいだろうぐらいにしかねまあ思ってない福利計算も何もできていないそしてね現実のね あの、ハイテク産業のね、今からのうのぶっていうのをね、えー、まあ、全く無視してると、えー、いうことがあります。皆さん、ネットニュースなんかでね、レバナスがダメとかって書かれててもね、えー、そんなのを鵜呑みにしたらダメですよ、ということでね。レバナス否定する人は、えー、いくらでもね、否定していただいたらいいんですよ。それがね、現実だったら、本当のことだったら。けれど、レバナスを叩いてくる人たちっていうのは、もうね、今みたいな、あそこまでね、明らかさまにね、知識のない人たちっていうのはね、えー、なんか久しぶりに 見たなと思うんですけど基本的にはね、IT バブルの崩壊並みのね、下落が来たとき、どうするんですか、レンジ相場ですよね、ボックス相場とも言いますし、横ばい相場になったときにね、レバレッジ商品って弱いですよねーっていうね、こと、信託、報酬手数料が高いですよねっていうこと、まあ大体こんなもんですか、大体これぐらいがね、煽ってくる人たちなんですけれど。 これに対する、ね、反論という名もう、ね、ありとあらゆるところから出てるわけですよね。もういい加減ね、レバナスのどこが本当に危険なのだということを、ね、反応してほしい。IT バブルの崩壊はもう来ませんと。あれぐらいの、ね、暴落は来ないと。なぜかというと、IT バブルの時にこれありましたかということでね、スマホがないと。通信販売、あの当時何してましたかと。ラジオショッピングでね。 ジャパネットだかだやってたでしょっていうね。ネットフリックスとかありましたかということでね、時代が変わってると。で、その当時、車っていえばもう全部ガソリン車でしょ今、電気自動車。そしてその電気自動車も完全オートの。 自動運転化されていくという時代ということで、時代背景がね、全く違いますので、今のね、ハイテク産業で、今のアメリカ経済が10年も15年も破綻し続けるような状態になれば、ハイテク産業がですよ、ハイテク産業が低迷していくようなことになればね、全世界に与えるね、影響もね、世界恐慌が起こってしまうというレベルになってきますんで、まあ、せいぜい起こってもリーマンショックぐらいでしょ。リーマンショックなんて、所詮ね、2、3年も耐えていれば、 元戻るわけですから、何の問題もないと、えー。そしてもういい加減ね、あのレバレッジイコール危険っていうね、認識はやめてほしいと。何が危険なのかわからないと。個別株、そしてね、先物、これのね、かかっている信用取引と、我々が使っているね、レバレッジね、ねこちらの方は全くね、性質が違うもんだと。 これを理解できるファイナンシャルプランナーの人たちがね、さあいつ出てくるんだということでね、まあ当面出てこないんだろうなと。だから、日本人のね、金融のね、知識が乏しい乏しいって言われてますけれど、そら、ファイナンシャルプランナーの人たちがあんな記事書くぐらいだから、一般の人は浸透してませんよね、ということで。ですけれど、我々は安心してていいんです。レバナスっていうのはガチホールとしてるだけでね、勝っていける、こんな簡単な投資はありませんのでね、えー、皆さん、中途皆さん。 半端な、ね、知識しかない人たちの書いている記事とかあとは SNS でねレバナスをね煽ってくる人たちなんて完全住むしでいいですからあとは我々は下がった時にコツ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 積み増し。 そしてね、あとはね、えー、10年間それを継続していくということでね、コツ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 ね、え積み上げていって、10年間継続することがね、どれだけね、大事なことか、それが一番大事なことっていうことだけをね、えー、忘れていただかなくて、あとは暴落が来ても絶対に売らない。これだけをね、守っていただければ、今、レバナスをスタートさせてる人たちは全員10年後に勝ち組に入りますから、チェしてくださいと。さあ、それがまあ本当なのかどうかっていうところをね、えー、今日も23時から、 ライブ放送の方をかけます。毎日これね、かけておりますのでね、まあそこでいろんなね、意見、活発な意見をね、こうやり取りしましょうと。ただ、あれですよ。アホみたいなレバナスダメですって書いてきてもいいですけれど、なぜダメなのかちゃんと書いてよ。理由がなかったらあかんよ。私が言っているレバレッジのことでもそうですよ。個別株、ね、FX、先物にかかってる信用取引は借金ですからね、お衣装ロスカットで。 やられてしまうと。レバナスはお衣装ロスカットがありません。だったら、レバレッジかけないと損でしょって。なんでレバレッジかけたらダメなのかっていうのをね、教えてくださいと。ぜ、ま、ひ、あ、ともね、アンチの方のコメントお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。